三大部門最初のチームは関西からのチームです。関西外国語大学短期大学部パイレーツ。高いトスでした。16名のうち11人が1年生です。非常にフレッシュなチームです。1年生とは思えない演技ですね。とてもタイミングがあっていいと思います。東京でも私たちらしい演技をしたいという話でした。手をしっかりと握り合わせて力強さをアピールしています。さあ、これから3投目を組みたいと思います。ちょっと右側がよろしくですが、なんとか持ちこたえようと。はい。そして上まで来ました。関西外国語大学短期大学部パイレーツの演技でした。入る時もちゃんとアピールを忘れません。